よし、横に移動します。一発で取ってやる。よく狙ってください。よし、うん、ここどこを狙いますか。犬と言ったらやはり頭だろう。うわ、そこだ、狙撃機。決まったね。ここさえ取れれば、いける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 、マジ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 、やった、一発取り一発取り。すごくね俺、コンチュラクロレーション。うわマジで、よっマジか。横に移動します。え、すごくね俺、一発だよ一発。やば、始まって早々、もうこれ前絶対いけるよ。今度はロボじいちゃん、こいつはね、このハゲた後ろ頭だ。そこだ、損撃機。いけるか、え、いっちゃうか、いっちゃった。こっちのロレーション、おお、マジで、いや、やば、もういいや。いや、こんな取れるとは思わないよ。春日一番もこの顔だよ。まさか2個も取れるとはな。俺、クレーンゲームの才能の持ち主かもしれない。うわぁ。いや、始まって早々いい気分だ。気分いいぞ、これは。気分よく始まった。ってことで。Good morning! My name is バカ王子。タンカー。さあ、龍が如くセブン、続きからやっていきましょう。で、前回がですね、どこで終わったんだっけ、とりあえずどこで終わったんだっけとりあえずどこで終わったんだっけ忘れちったよ。なんせ2日ぶりだからね。2日ぶりだとやはり忘れてしまうことがただたくさんなんだけど、とりあえず前回何だったっけな、前回何だったっけ、ここどこだっけ、ここどこ行った今、俺ここどこ行った、話しながらやってるとどこ行ってるかわかんねえんだよな。前回なんだっけ、なんかね、前か、そうそう、ここのさ、カムロ町初めて来ての、荒川組がどうなったか教えてもらうみたいな感じで、で、今から向かう先が、後輩くんのとこに多分行くと思うんだよね。後輩くんの元へ行って、どうなったかちょっと事情を聞くみたいな感じで、多分。前回そんな話だったような気がするんだよな。行き止まりじゃねえか。ふざけんな、ボケなさい。多分そんな感じだったよね。ごめん、曖昧なんだよね。話が、どうだったっけ？いや、ほんとにシンプルに忘れちゃった。ダメなんだよね、本当に。記憶力だけは抜群に悪いんだよ。頭ばかりして記憶力ダメだ。あ、違う！あれだ、実家に行こうとしたんだった。後輩くんじゃねえ。ソープのとこに行こうとしたんだ。桃源郷に行こうとして今ここにいるってこと、桃源郷がなくなってる！待って！はぁ、俺の実家が、俺の実家がない！待って待って待って、実家がないぞ、実家が。これで吹っ切れるってもんだ。いやー、もう悲しい。あの締めは桃源郷か。いい子。今じゃあなたが頼りですよ。必ずここに来ると思ってたよ。ありがとう、ありがとう、そんな天然で、天然で俺ありがとう。あだち。記憶忘れたか？記憶忘れたか？ネオン眩しいカムロ町にこんなもんが何年も野ざらしなんだぜ。あ、そうか。ここで何があったんだ。故障、いや、工場会の構想でここにダンプが突っ込んだんだよ。そっから誰も寄りつかず、半グレのアジトに使われたり、不気味な奴らが住み着いたりって感じだな。お化け屋敷じゃねえかよ、見事に。なるほど、長かったんだな、本当に。18年って時間はよ。18年は長い。18年は長い。この町とはだいぶ違うだろうな。いや、だいぶ違うってか、相当だよ。え？なになに？新カムロ署だよ。新カムロ署？カムロ町の出入りを監視する関所みてえにそびえ立ってる。ね、そんななに、海軍大将みたいなとこできちゃったの？関係作戦の成果に後押しされて、都でずっと塩漬けだった新警察署の建設計画も動いた。マリンフォードみたいなのできちゃったじゃん。実行力があって人気もある。やば。新カムロ署は
その象徴みたいなもんだ。やっべえ、極道に対してはマリンフォードだよ。俺ら海賊みたいなもんだよ、これ。俺にはどうでもいいよ、そんなもん。メンタルブレイクしちゃってるよ。俺が今までにお前に話したことで嘘は一つもない。めっちゃいい人さん、ついていこう。会は消えた。行こう行こう、もうついていこう。このおっさんと牛耳ってるのは関西から入り込んできた近江連合だ。近江連合と戦う感じかな。俺の話を信じるか。信じよう、一番ここは信じようじゃないか、おじちゃんを。おい、さすがいいタイムだ。俺の読みより全然早いな。うわー、計算されてた。俺は自分で見聞きしたことしか信じねえって男だ。俺の口からどう説明されてもな。おお。だから結局全てを理解するまでお前は自分の足で歩き続けるしかなかった。全部何でもお見通しみたいに言うんだ。手に踊らされてた。新しくタイムまで測りやがって。やべ、マリオネットのおじさんの俺。お前がここに来るのは当てたろ。やべえ。足立専用、あんたの狙いは何なんだい。そう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 、狙い何なの。なんで捜査に協力してもらいたい。なんだっけ、何の捜査だっけ。お前の組長荒川真澄は警視庁を通じて東上会を潰し、カムロ町に近江連合を引き込んだ。うんうんうん、はいはいはい。ただ極道が警視庁に取り入るにはまずでかい金を手土産にしたはずだ。はい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 。俺はその金が警視総監の堀之内十郎にも流れたと見ている。うん、誰誰誰。警視総監、赤犬的な存在。俺の狙いはその首だ。堀之内とは因縁の中でな。赤犬的な存在のやつか。神奈川県警の一免許センター職員が警視総監をつつき回せるわけもねえ。だから切り崩すとしたら荒川真澄からだ。ああ、なるほど。それでおやっさんとゆかりのある俺に目をつけた。はい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 。まあ、何言ってるか荒川真澄がどうやって持ち上がったのか。なんで東上会を裏切ったのか、お前は知りたいはずだ。そうだね、知りたい。そこは知りたいわ。確かに知りたい知りたい。カズが、お前が今一番やりたいことは。はい、キャバクラです。あ、違った。無所に見る時からずっとそうだったけどよ。とにかく会って話がしてい。そうだよな、キャバクラに来てじゃねえよな。ごめんごめん。荒川は今夜近江の幹部らを連れて地方の親分衆とでかい会合を持つことになってる。ほうほうほう。でかい会合。ええ、親睦会といや聞こえはいいが、うん、要は改めて関東一円に睨みを聞かせようって場だ。ちょっとさ、荒川にとっちゃ用語が多いんだよな。格を問われる大事な場面になる。いや、極道語が多いわ。よくそんな情報をつかめたな。難しい。明治時代のコネを使ったんだよ。きっちり金も取られた。ねえ、二人とも俺難しいんだけど、わかんない。それでその会合ってのはどうぞ。ねえねえ、進めないで。俺わかんないんだけど全然。よくぞ聞いてくれた。いや、聞いてくれたじゃない、俺に聞いて。全然わかんないの、あなたたちの考え。いや、わかんないまま進めてもさ困るんだけど。全然わかってないんだけど、やってる本人がわかってないんだよ。大丈夫そう。絶対無理じゃん。あー、カムロップ。俺がカムロくんって言ってたけど、カムロップだよな。あれはカムロップ可愛いな。カムロップ、あの店なんか言うんだよな。平安楼だ。平安楼、あの店は。何何なんだ、行ったことあんのか。あそこは超高級店だ。えらい高いんだぞ。何、飯よ。でもおやっさんは昔約束してくれたんだ。あそこで北京ダック食おうって。ああ、はい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 。おやさんが俺を呼んでる。呼んでない呼んでない。呼ぶわけねえだろ。どうした。ほら、お頭おかしいやつで呼ばれてる。ここだってこともきっと偶然じゃねえ。え、本当に。いや、きっときっとそうだ。やべ、マインドコントロール受けてるわ。やっべ、そうだよ。地方の親分衆を迎えて飯を食うんだ。ここらで高級店は少ねえ。場所がたまたまここなのはあくまで偶然だ。とにかく俺は行くぜ。あそこに行きゃおやさんに会えるんだ。あ、でもそっか。でもそっか、今日の会合は夜になってからだ。今日出社で東上会の残党だって近江に面が割れてんだろ。で、北京ダック、荒川に会うところじゃねえぞ。だいたい正面突破で行くとかバカだろ。すいません。ちゃんと店に潜り込む策はあるって。え、策って。その時が来るまで楽しみにしたろ。うわ、協力してくれるんだ。なんだよ。じゃあ夜まで待つだけか。いや、お前だって少しは準備ってもんがいるだろう。はい、一旦別れて夜またここで落ち合おう。ありがとうございます。ちょっとキャバから行ってきます。渡しとくぞ。あ、すいません。何を。なんだこりゃ。
スマホだよ。スマホ分かってないな。やべえ、じいちゃんだ、じいちゃん、じじいだ。難しいんじゃねえのか。おじい、おじい。習うより慣れろだ。おじい。とりあえず俺からの電話に出られりゃそれでいい。おじいだな。そうだよな、スマホだよな。スマートフォンを選べるようになりました。メール受信、写真撮影、タクシー呼び出しが行われになりました。スマートフォンの機能は今後のストーリー進行に従って追加されます。なるほど。よし、じゃあいいな。夜になったら劇場前広場のここに来い。いや、カップルか、目立つ真似はすんな。カップルか、カップルの場所か。ここ待ち合わせのカップルの場所だよ。早い、夜早いな。ちょっとは暇つぶししようぜ。やっと夜になったな。準備済ませて足立さんのとこ行くか。なんか仲良くなれそうだな、あの人とは。よし、じゃとりあえずもう行くだけか。あとはどこもさ入れねえもんな。なんかさ、俺さ今金ないじゃん。一発逆転でさ、パチンコでさ儲けできないかな。ちょっと一発かけてみようかなって俺思ってんだよね。ちょっとずつ、もうあと行くだけか、本当に。あ、戦おう、めっちゃ戦う。レベル1雑魚だな、お前ら。雑魚だな。何これ、成功した敵対相手を。え、なになに、カリスマの説得。おお、いや、ふざけんなよ。レベル1ごとに何ミスってんだ。え、仲間を呼んだ。ふざけんだよ。ベン、おいおいおい、スライムみたいなことすんな。スライムみたいなことすんな。めんどくせんだよ。逃げよう。逃げれなかった。マジ、来る来る、総攻撃来る。あいたいあいたい。やばいやばい、帰ろう帰ろう。ジャストガード、ジャストガード、行くよ。なんだ。ザコのすることだな、本当に。あ、ちょっと待って。もう戦うしかないの、これ。もう戦うわ、もう戦おう。あ、もう待って、妨害されちゃった。待って、めんどくさい。痛い。待って。いじめだよ、これ。いじめ。いじめって言うんですよ、こういうの。待って。オッケー。逃げれない、待ってよ、逃げれない、待って、やられちゃうんじゃない、これ、大丈夫。待って、やばい、待って、痛いよ、待って、てめえら、俺を殺してしまった。ああ、一人残らずやってやるわ。はい、マジパンチ。あいつ一体、まず。てめえらみたいな雑魚が何体集まってもな、意味ねえんだよ。雑魚は雑魚の間だからよ。おねんねさせてやれよ、俺が。行くぞ。はい、2体目、はい、残念、バイビー。スライムがな、一発待ってたキングスライムだったら強いよ。たかがな、お前ら人間なんだ。キングスライムになれで合体なんてできない。1体1体になっちまう。だからザコはザコなんだよ。甘いよ、ザコ。ったく、めんどくせえな。呼ぶなよ、永遠に終わらねえじゃねえかよ、クソったらが。おい、呼ぶなよ。よっしゃ、最後、うれ。100円かよ、これで。ふざけんなよ、めんどくさかったな。こんな戦うんだから、100円じゃなくてもっと大金をよこせ。さ、彼女はどこだ。足立さん、どこだ。ここで待ち合わせっつったのによ。とにかく、あの事業は今すぐ売却するんだよ。ん、え、もったいない。いつも言ってるだろう、ビジネスと女性はキャッチ&リリースだよ。おかまがな、綺麗に磨き上げて最高の輝きを持った時に手放す。だから価値が増すのさ。お偉いさんっぽいな、パッと見。オフィスに戻れだって。何を見せられてんだ俺は。オーマイガー、何を見せられてんだ。君らに高い給料を払ってると思ってんだい。なんで俺モブキャラを見せなきゃいけないの、イベントで。仕事してる暇なんてないんだよ。うるせえな、言い方うぜえんだよ。やれやれ。えよ、忙しそうなそこのあんた、なんで喋りかけんの。すごいな。ガタイのいいおっさん。そういうことか。ガタイのいいおっさん。うん、ソーリー、僕の目には綺麗なレディしか見えないんだよ。お前クズだな。そこへ。クズだな、俺と一緒。そう。相手に電話してみるといい。あ、そういや、足立さんにスマホもらってたな。あー、うん、ちょっと待てよ、電話のかけ。どんな目で見られてんだろ、これ。ああ。慣れてないようだね。おう。出してみな。僕がレクチャーしてあげよう。よそし。いいのか。よそし。
お安いのよ。こういう人って大抵ちょっと嫌なやつなんだけど。見つけたで。え？もう逃げさんぞこれ。どう見れんの？くそ、こんな時に。え、まさか一緒に戦ってくれんの？え？そっち？そっち？すっげえ騙された俺も。どちらさん？だ。戻れ。わしらに不良物件売りつけてやる。あら、詐欺師さん。さてはこの間のヤクザ屋さん、我が社からガールズバーの営業権をお買い上げいただいた。あの店絶対儲からんやんけ。どない落とし前つける気や。弱そう。僕が経営してた頃は毎月繁盛してたんだけど、メガネちょっとシャレオッツな、シャレオッツなんだよな、別校で。どんどんやめるし、客も入らん、デッキ代も払えんわ。そこは君たちがもっと営業努力をしないと。確かにな、右なんか言え、右なんか言え。不良物件やってちゃうかい。大学で買い取れや。右、微動だともしれんぞ。右何も言ってる。早く帰ろうと思ってんじゃね、右何もしてねえじゃん。スマホの使い方を教えてくれるとこだったんだ。用があんなら列に並びね。あ、そうだね、確かに。やっちゃー、右後ろ。ちょ、待ってください。こいつ、あ、またスーツのもじゃもじゃ頭や。お前喋んな、やっぱ喋んな。兄貴たちが言うてましたや。喋んな、残党がおったって。お前喋んな。ごめん、もじゃもじゃ頭。ごめん、喋んなくていいや。お前もじゃ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 言いやがって。そうだ、パンチパーマなんだこれ。トラブルメーカーみたいだね。ありがとう。照れるね。ニック大型だったか。危ねえからちょっと下がってない。いや、一緒に協力しよう。ここは任せちゃっていいのかい。強そうだもん、こいつ。そん代わり片付いたらスマホの使い方を教えてくれ。そうだよ、ニック、ニック。シャフちゃん抜かしよって、いてまうとこら。これさ、あれ似てない？お笑い芸人のさ、あれなんだっけ、あいつ、ほら、兄弟の兄弟なんだっけ、兄弟やべえ、すっかり忘れちゃった。あの兄弟漫才のやつ、最近ちょっと見てねえからな。亜生だ、めっちゃ声似てんだよな、亜生構成の亜生に。すんげえ似てる。亜生グッバイ。君の意外と強い。うん、待って、危ない、普通に危ない。あ、やばい、必殺技ない。で、まあ、いっか。あ、お姉さん危ないよ。何やってんの、お姉さん。お姉さん何やってんの。目の前に現れんじゃないよ。やばい。待って、やばい。大丈夫そう。いける、いけ、頑張れ。いいよー、しっくりティカル。待って、ジャストガード。待って。え、待って。やばい。倒せるから、次。倒す。誰、やれー、おぼれー。もうちょっとで死ぬぞ。終わった。よっしゃー、レベルアップ。危なっ、よかった。汗強いな、お前。汗構成か、これ。二人で痛そうね。で、本当のとこ、こいつらに言ったのは不良物件だったのか。まさか。月数百万円は売り上げてたんだ。ガールズバーにしては有料物件さ。そいつをなんでこんな連中に売ったんだ。確かに、あんまりしつこくみかじめを要求してくるもんでね。何度も断ったのに。あ、起きた。そない楽に稼いどったら月10万くらいええやって。だから僕は言ってやったんだよ。お？そんなに楽そうなら自分たちで経営してみたらって。ああ、なるほどね。なんでこいつらに店を売ったってのか。こいつもカリスマだね。さっきこいつら言ってたろ、月10万円くらいって。僕はいくつもビジネスを手掛けてて、毎月何億って金を転がしてる。うわ、すげえ。それができるのは月に10万稼ぐことがどれだけ大変かを心得てるからさ。やべ、仲良くしよう、この人と。だからこいつらにも10万円の重みを味わわせようと。なるほどね。そういうこと。案の定、彼らはその重みを思い知らされたようだね。いや、いい人、めっちゃすごい人じゃん、この人。女性と一緒さ。なるほど、勉強になります。相手は逃げていく。なるほど。要は駆け引きと愛情だが、それを続けるには努力が必要だ。勉強になります、兄貴。どうだい兄貴、この店を続けるかい。もうゴリゴリ
あんな店持っとるだけで借金が増える。アセバイバイ。僕が買い戻そう。ただし君らが買った時の半額でだ。くそが、それでもほんのじゃ。かわいそう、なんかかわいそうだったな。なんか、なんか近江連合っぽくないな。なんかただのかわいそうなおじさんたちだった。名前は言ってやれ。カスガ、ウェイチバンって。カスガだ。カスガ一番。ウェイチバン。一番？へぇ、ナンバーワンってことかな。気づいてくれたか。いいとこだ、ニック。僕はニック・オガタだ。今回は助けられたね。感謝する。うわ、絶対なんかおかしあるわ。で、それはそうとさ。あ、携帯携帯。スマホの使い方だろ。もちろん忘れちゃいないよ。ありがとう。じゃあ早速教えよう。一番のスマホを出してごらん。一番って言われるのなんかいいね。おお、これでなんとか使えそうな気がするぜ。サンキュー、ニック。あ、俺と同じこと言ってニック。よかったらこれも何かの縁だ。時々メールを送らせてもらってもいい。うわ、最高だよこれ。メルトモだ。いやー、いいね、メルトモ。いい響きじゃないか。まあいいんだけどよ。俺はちょっと訳ありだぜ。今日無償出てきたばかりだ。ノープロブレム。今ちょっと回ったぞ。気にしない。いや、ちょっと回ったよ。気にしたよね、今一回。とくと罪状は殺したい。おっと、そうなのかい。それはまた顔がもう出てんだよ。違う方向向いてんだよ。随分とバカ正直な男だね、君は。ますます気に入ったよ。え、マジか。ありがとう。気に入ってくれたら嬉しいよ。安心していいよ。僕の周りにはいろんな経歴の人間が山ほどいるんでね。なるほど。君よりもよほどうさんくさい友人だって一人や二人じゃない。なるほど。ちなみに言っとくが、俺の周りにはあんたほどうさんくさいやつはいないな。これはご挨拶だね。一本取られたよ。一だけにね。じゃ、ごめん。またな、一番。無理に連絡くれなくてもいいんだぜ。かっこいいこと言うよ。意地でもメールさせてもらうよ。かっこいい。かっこいいぜ。カタムウィンク。ニックありがとう。いつまでもメル友だぜお前は。って、おじさんどこにいたんだい。なんだよ今のあいつは。メル友ってやつだ。俺の初めてのメル友だよ、足立さん。うー、かっちょいい。そっちは今までどこ行ってたんだよ。そうそうそう、そこでそれ。待ち合わせっつったのはあんただろう。いや、ちょっと腹ごしらえと思って牛丼屋にな。ふざけんなよ、食わせろ俺にも。特盛り頼んだら食うのに時間かかっちまってよ。俺にも食わせろ。もう年だね。俺にも食わせろ牛丼特盛り。めっちゃお腹空いてんだ今、本当に。本当に空いてんの。これから近江の会合に潜り込むんだぜ。しっかり準備できてんだろうな。うん。あ、最後の準備かこれが。ちょっと待って、回復ねえからな。回復ねえからな。普通に食べないとな。食べよ。何か食べるもの。せっかくだから最後の会食だ。いや、最後の会食っていうか、ワンチャン、ちょっと、ま、荒川のおやつさんに、もしかしたらやられる可能性大だからね。危ない、危ない、危ない。今戦っちゃう。あ、待って、体力めっちゃ回復してんじゃん。なんだよ、うざけんな。体力めっちゃ回復してんじゃん。うざけんだよ。めっちゃ回復しとるやないかい。お、すげえバッティングセンターあるじゃん。中級で行くぜ。おお、隣の人やるね。よーし、勝ってます。ホームラン行きます。おっし、かかってこい。飛ばすぜ。あちょー。おい、すごいすごいすごい。俺センスあるかも。野球のセンスあるかもしんない。ここかい。チェンジアップ、なるほどな。いろいろ弾を使ってくんだな。次は何を使ってくる。君の予想なんてわかるんだ。ここ。なるほど、ホームラン取れればいいんだよな。ホームランコースだからな。よし、ぴったし、きた。うみゃ、なんやねそれ。ここだったじゃん。そういうのなしだよ。ここが、きた。ホームラン。気持ちいいね。難しい、難しいな。よしよし、見ろよ見ろ。勝が一番。かっか
あれ最悪最悪、残り2球、あと1球ホームラン打ちたい。なここあっ、あーブラン、いいね、最後決めようぜ、最後決めようぜ、ホームラン、ダッサ、これダッサ、あ、いける、最後の1球、ふざけんなよ、最後にスライダーってお前ほんと